は、ひろきでです。ご機嫌いかか。がでしょうか私は元気にしておりますさてさてメトロポリタン美術館のコレクションの続きですこちらは文字がいろいろと書かれたものになりますこちらはですね、えー、天使が、えー、待っている図になりますはいはい こちらはちょっと分かり…あ、あお香をたくものですはいこちらはテキスタイル布地ですね動物や鳥、そして花が描かれていますはいこちらはカンボジアで出土されたものですねはい こちらもカンボジアで出土されたものです。はい。これはブッダの像です。はい。こちらはフランスで出土されたものでして、えー、っと、これも天使が待っている図ですね。こちらもフランスですね。はい。で、こちらがですね、えー、っと、 ある人の人生を描いたゲームのひとかけらだそうです。ドイツだそうです。ドイツではもうゲームをやっていたんですね。はい、12世紀の話です。はい、えー、こちらはですね、えー、サン・レオナルド・アル・フリージードという教会のまあ、 玄関口ということになります。はい。はい。これは入れ物です。はい。入れ物です。まあ、大事なものを入れていたと思います。はい。これはセント・ローレンスという方の絵になりますね。はい。はい。こちらは、 えー、翼を持った馬が描かれたお皿ですはいこちらとこちらはですねえー、とスペインでの発見されたものなんですが、えー、あなるほどこれは目次録を描いたものですねはい こちらは、えー、っとですね、あこれもちょっと似たものですね。はい。はい。こちらはですね、えー、トルコ石を使ったボールです。贅沢ですね。はい。 はいこちらはですね、えー、王室の権力者の子供と、えー、女王みたいな方ですね。はい、はい、これは何でしょうね建物ですね。 はい、フランスの建物です。そのまま持ってきたんですかあ、ルーブルルーブルだからですか大丈夫なんですかはい。はい。これはセント・サンマーティンか。サンマーティンという方の何かですね。はい。スペインのものです。はい。はい これはちょっと。わからないですね。入れ物だと思います。はい。はい。こちらはスフィンクスなどが描かれた水瓶です。はい。こちらはフランスで描かれた。えー 伝説ある伝説のシーンを描いたものですはいはいこれは蜂蜜から、えー、薬を作る準備をしているところを文字の説明とともに書いているものでええー、アラブ文字で 書かれていますはいこちらはですね、えー、あこちらはブドウを潰している男たちの図ですはいこれはライオンですこれは座っている人の像ですはい これはちょっとよくわかりません。これは王冠をつけたブッダです、はい。はい。これは、えー、仏教徒の神社と書かれていますが、ちょっとご訳なのかな。スチューパだと思うんですけどね。これスチューパだと思います。はい。 タイで出土されたものです。はい、これはブッダの座像です。はい、これは蓮の花などが描かれた箱です。これはワインを継ぐためのもので蓮の花が描かれています。これは朝鮮半島での出土です。 これはですね、えー、聖職者、はい、キリスト教じゃないですね、ネパールの出土なんで、はい、ネパールの聖職者、ヒンドゥー教か仏教でしょうかね、の王冠です。はいはい、でこれは聖ニコラス。 がの生涯のあるシーンを描いた絵ですはい。これも聖人の像ですこれはちょっとよくわかりませんが宗教関連だと思いますフラ,ンフランスですこの列全部フランスですね はい、はい、でこれはですね塩を入れるものだそうです、多分回して使ってたんでしょうね、はいどうぞ、次の方、どうぞみたいな感じでね、はい、はい、これはですねドイツなんですが、ストローだそうです、金属製のストロー。 なるほどという感じですね。はい。なるほど。はい。これちょっとよくわからないんですが、飲み物を入れるのに使ったんじゃないかなと思います。はい。ドイツです。これもお皿だと思います。ドイツです。これはチベットからのものでして、えー。あー、なるほど。これはですね だが、真ん中にいて、その周りを8人の弟子が囲んでいるという図です。はい。はい。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。